放っておこう。なるほど。クラウド、怖いよ。ん？敵、あ、そか、敵2種を見破るね。はいはい、OK。なかなか1回見ただけじゃ覚えられないのよね。敵2種ね。これまあいけたやつか。あ、こうなってたんだね。面白い。そういう入れ物だったんだ。なんかもう一個。そうか、じゃあ最初の敵にもやればよかったのか。見破るのこと忘れてたよ。あ、これにできるんじゃない？敵じゃない。私たちなら余裕。よいしょ。できるかな？見破るをしてみる。先手だ。すると、あ、またこれもあの氷が弱いんだ。ほん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 。なるほど。で、もうちょっと。あ、なんか、そういう時はですね、違うんですよ。頑張るね。こうね。これで切り替えて攻撃したりとか。まあ、アビリティを使ってもいいんでしょうけど、何？ Y を押すと、あ、さっき Y を押してみてよ。え？ 3 段階まで強化されるらしい。なるほど。その辺もやりながら覚えていきましょう。待って。下がっている。そしたら、あ、まだもっとあれか、溜まってないのか。で、使ってみよう、またこれを。弱点みたいだから氷が。うん、効くね、やっぱ。弱点って出てたね。バトルレポートを達成したか。オッケーオッケーオッケー。あ、すごい、戻りますかとかできるんだ。戻ろっか、じゃあ。あ、便利。うんうんうん、なるほどね。よかった。できたできた。クラウドさん、見事。データ提出一番乗りでした。お、追加報酬も差し上げます。やった。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。ん？データ収集に協力するとチャドリーのマテリア開発が進み、新種のマテリアを購入できます。うん、それはお店でってことだよね。オッケーオッケー。武器強化のリセットを頼むこともできます。ほう、なるほど。お金はかかるんだ。はんはんはん。まあまあ、それはまあ今んとこいいかな。あ、うん、あ、ここで買えるの。あ、すごい。え、仲間がピンズの時に一定回数までキャールを使います。あ、それすごいいいね。はんはん。あ、まあ足りない時はできないってことだよね、ポイントが。自分で操作している時は無効です。なるほど。じゃあこれはつまり自分であんま操作しないキャラクターにつけておいたら結構便利ってこと？ちょっと買ってみようかな。今後もマテリアを続々と開発していきます。うん、共に神羅に対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。わかった。 OK。 そしたらつまりうまくいったね。何でもやきっと当たるよ。おう、ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。おお。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？うん、ああ、すごいすごいすごい。お店に戻るのはメインストーリーってことかな。で、まあこういうサブクエをやってもいいよみたいな今感じか。まあとりあえず戻ってみようかな。まあこの辺は動画でやることもあると思うし、自分でやってくることもあると思います。どっちもやると思いますね。 OK。 じゃあとりあえず行きましょうか。ちょっとまた一回セーブしようかな。オッケー、じゃあとりあえず。何でもやだって。今月のモンスター討伐数が出たよ。あのお姉さんすごい声が大きいのよ。あ、でもね、ボイスの音量ちょっと上げたんですよね。この間なんか動画編集しててキャラクターの声がちょっとちっちゃいなと思ったんで、キャラクターの声だけちょっと設定で上げてみました。ここでいいんだよね。にゃんちゃん、なんだろう。ちょっと行ってみる。なんだ。
何、なんか壊れちゃった？ジョニー、またやらかしたな。お、よせ。何、誰、どうした？あ、ん、何何、ジョニー、黙れ血ネズミ。チュ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 、あ、チュチュ言ってる。どうしたの？シンラの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。なるほど。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつはいつもみたいにボコられて釈放ってわけにはいかないかもな。あら、ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う、ジョニーは私たちがアバランチだとうすうす気づいていて、そして口が軽いの。なるほど。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。私も行くね。うん。え、でも今日は世話になったからな、レイダ。ありがとう、行こう。分かった。オッケー、なるほど。じゃあ一緒に行こう。まあ、助けるというか、なんというか、喋る前に止めなきゃみたいなことね。いや、クラウドさん、ティファちゃんと一緒だとめっちゃ喋るじゃん。痛たた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 た、もげな、腕がもげな。大丈夫？そんなに引っ張るなんて、ちょちょちょ、暴力反対。オッケー、ついていけばいいのかな。クラウド、あそこに隠れよう。どこ、ここ。お菓子面に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。あら、おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。お、まさかジェイシー、あのポニーテール。おID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだ。あ、そうなんだ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変、ジョニーの口が滑っちゃう。それはまずい。行くか。うん、クラウドは兵士の気を引いて、あとは私が何とかする。わかった。気を引くとは、突撃すればいいですか？そのまま突っ込んでいて戦えってこと？こんにちは。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか。 あ、助けに来てくれたんだな。 あんたら、暴れ。うお、何した？どういうつもりだ。殴った。もうやるしかないよね。おお、かっこいい。あ、もうなんか気を引くとかそういうあれじゃなかった。そのまんま強行突破でした。見破るしてみよっか。見破ってで見る。調子に乗るな。あ、炎か。炎はついてないんじゃないの今。ついてないと思うわ。あ、ティファがつけたっけ。これさ、あ、ティファアビリティ使えないのか今。なるほど。まあ普通、あ、なかなかこのさ、ゲージがないのがさ。ティファ使える？あ、使えるね。ティファがファイヤーを使えるのでは？行ってみよう。あー、効いたんじゃない。なるほど、いい感じだ。もう一個見破ってみたい、このワンちゃん。ワンちゃんを見破っちゃう。ワンちゃんは、あ、氷、結構みんな氷が弱いんだね。なるほど。じゃあ氷を、氷を使ってみるか。これをじゃあワンちゃんに使ってみると、震えろってかっこいいよね。震えちゃう、そのかっこよさに。ティファも使ってみるか。やっちゃおう、だって超かわいい。何なの、あ、当てるの時に回避しちゃった、間違えて。あー、ちょっとなんてことするの。ちょっとなんかやだな、殴られるのやだな。攻撃してさ、ほら、こうやって殴ってくるのすごい嫌じゃない、なんか。嫌じゃないって当たり前だけど。畳みかける、倒した、いいね。なんだ、
終わったのか。おい誰かいるのか。ジョニーをどこかに運ぼう。どこかに運ぼうって言い方すごいね。じゃあ運びましょう。どうしよう。口を封じる。え？おいおい。ダメ。お前やめてくれ。死にたくなかったら町を出ろ。はい。世界の果てに消え去ります。おお。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。なるほど。クラウド怖いよ。怖がらせちゃった。ごめんね。兵士が起きちゃう前に離れよ。うん、オッケー。怖がらせちゃった。今結構迫力あったもんね。一言で町を出ろって。なんかでも怖いよとか言ってくれると助かるね。ジョニー大丈夫かな。大丈夫。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした。クラウドやっぱり変わったね。どこが。例えば、うん、その目。前はもっとソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする。店に戻る、それとも何でも屋続ける。うん、まあだからサブクエやるかメインストーリーやるかって感じかな。これってさ、この噂の自販機の横のベンチってやつ、休めるやつかな。お、休んでた。そんな一人で座っちゃって、ちょっとティファちゃんも座らせてあげなよ。めちゃめちゃ陣取ってましたけど、まあいいのかな。まあまあ、とりあえずお店行きましょうかね。今はもともとその予定だったしね。ワンちゃんワンちゃん可愛いね。待って、なんかそこ箱がある。箱じゃないのか、これなんだろう。コンクリートコンクリートの入れ物。お店どこだっけ。ここか。ここ通れないの、もしかして。ここも通れないの。え、ここ通れないの通れそうだけど。そうか。どうやっていけばいいんだ。下から普通に行けば行ける。ジョニー、どうしたの。大丈夫ですか。重そうですね。手伝います。いいのかな。じゃあお店入ろう。さあ着いたよ。疲れたでしょ。まあそうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか。飲みます。私もちょっと疲れちゃったね。えミッドガルにはずっと。そうだな。この辺りで仕事して金を貯める。うん、そっか。ならもう少し依頼を探してみる。あ、選べるんだ。あ、じゃあちょっと待って、一回セーブして、それでとりあえずこのイヤにしようかな。ちょっと待って、一回これそうだなにして。そうするか。でちょっと一回セーブさせてください。 OK、 セーブしたんですが、ちょっとやっぱり時間を見たらまあまあいい感じだったんで、ちょっと先進むのキリが悪いかなと思ったので。あ、これ勝手についてきてくれる。あ、大丈夫。もうちょっと中見て回って終わりにしようかなと思います。なんか多分これさ、だからそのサブクエ、今さ受けてるクエストみたいなのを見たいんだけど、それの見方がよくわかんないな。ちょっと待ってよ。
これ、あのここに出てるびっくりマークはあのまたさっきの彼だよね。結婚資金ためないかな。ライフスタイル、あれやばい、これマップ覚えるのが大変だ。なんか俺遠回りしてるね多分ね。食料品の品揃えが、さっきのあのかわいいかわいい青年、どこにいるんだっけ。この辺だよね。アレーナがぐるぐる回ってるだけな気がする。あれ違うところに向かってる。これなんだ、これは何、え、これは何のあれ、何のあれとか言って、また違うサブクエのあれか、続きってこと。え、ちょっと行ってみよう。あのなんか本当は青年のメガネの、メガネだっけ、あのマテリアの男の子のとこ行きたかったんだけど、あ、これあれだ、なんかネズミの可愛いすごい可愛いんだけど、ネズミのサブクエストだ。あ、これやっちゃおうか、やっちゃおう、よいしょ。確かこれ氷が効くんだよね。これさ、氷はでもさ一人にしか当たらないの。そのうちあのもうちょっと技が上がれば、技のレベルが上がれば全体攻撃になるのかな。めちゃめちゃいっぱい出てくる。え、ちょっと可愛いんだけど、なんかまた使ってみるか。これさ、これとか何、周囲の敵に3回切りつけます。あ、いいじゃん、やってみよっか。おお、なるほど、いいね、いいね、いいね。今のは範囲攻撃だよね。ティファも使ってみよう。いや、これいいよ、かっこいい。あ、もう倒しちゃった、早っ。え、これ多分ネズミの、あ、そうそうそう。どうしよう、待つ。あ、そうだ、アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。うん、そうそう、アイテム屋さんに頼まれたサブクエ。あ、ここだったんだ、場所。なかなかマップも覚えるのが大変だな、方向音痴だし。あ、手榴弾助かる。この間のなんか盾持った敵みたいなのもう手榴弾ないとやってられなかったんだよ。まあなんかもっとね、技とか覚えてくればまた変わるんでしょうけど。ここは来たことない場所だね。これはな、お店。このシミは血の跡か。え、血の跡なの、やだ。この人は何、いらっしゃい。おや、あら、ジャンク屋、ジャンクフード違うね。さては買い物じゃないな、あんたが噂の何でも屋だな。あ、そうです。まあ、あんたならやれそうだな。わかる、タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。羽トカゲ、あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。うん、引き受けよう。ありがとよ。詳しいことは、うんうんうん、タラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いて。ナルジン、自警団のメンバーだ。じゃ、早速準備していくよね。え、あ、お店なんだよね、でもここもね。何何何言ってるの。あ、え、ポーションとか、あ、ちょっと安いってこと。へえ、でもまあまあ持ってるから、まあ今はいっか。はあはあ、なるほど。で、なんかちょっと安いものが売ってたりするんだ。へえ、面白。まあ待って待って、とりあえずだからこれでそのさっきのお店の人に報告するんだよね。ちょっと待って、全然道が分かんないんだけど、なんかどうにかして見る方法ない。マップか、マップ見ればいいのか。ああ、そういうことだよ、そういうことだよ。あ、ここに出てるわ、ここに。あの今左下に化けネズミの軍団とかさ、その化けネズミの軍団を報告しに行くのがどこだって？お店、そのお店はどうやって見るの？ズーム。どこがお店だったっけ？これ、ジャンク屋。アイテム屋、これか！オッケーオッケー。そしたら、こっちか。これか、ここか。オッケー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 。なるほどなるほど。おう、ビビって帰ってきたか。家倒してきましたよ、ちょっとだけ。ウェアラットは倒したってな。うん、だが
俺の依頼はバケネズミだ。やる気があるならバケネズミ退治を続けてくれ。すごい言い方。ほら、そろそろ出てくるかもだ。今度は逃げ出すなよ、なんでもや。わかりました。オッケー。その中、バケネズミってなんだろうね。本当にバケネズミって感じなのかな、見た目。じゃあもう一回行ってみよう。なるほどね、マップに書いてあったのか。間違えた。こっちね。え、それまたバケネズミ？さっきと違う？え、これさっきと違う？ちょっと大きい？あ、これがバケネズミなの？可愛いけど。なんかもう全部可愛く見えちゃう。なんかさ、なんだっけ、ポケモンのさ、ポケモンのさ、ニドランみたい。ニドランだっけ。見破ってみよう。調子に乗るな。調子に、あー、ちょっと見破りたかったのに、見破るの間違えて閉じちゃった。どけ。見破るの間違えて閉じちゃった場合どうすればいいの。もう一回見破るしかない。もう一回見破ってみよう。先手だ。また氷か。氷が弱点ね。 OK。 じゃあ、可愛いけど。氷使ってみよう。一番体力残ってる子に使う。畳みかける。みんな結構なんかこの地域のモンスターは氷弱いのかね。そういうわけじゃないのかな。あ、なんか避けられちゃった。あ、間違えた間違えた。ちょっと待って、間違えちゃった。あー、間違えちゃったよ。バーストです。この一番体力残ってる子に使う。なんかさ、外れちゃうんだけど。なんでなんで、避けられてるってこと。なんかさ、当たらない時あるよね。当たらない時あるんだよ。当たってないよね。あ、やばい、もしかしてクラウド死にそう。待って、クラウド死にそうかも。作戦を変える。クラウド死にそうかもしれない。ポーションを使ってあげよう。フォローは任せて。フォローは任せて。まだまだ。いた。え、え、な、なに。あ、あ、あ、ちょっと、ちょっと、そんな、なんてことをするの。でもバケネズミちょっと可愛いよ。危ない危ない。なんかさ、さっきからこれを当てたいんだけど、当たった。あ、当たったかな、当たったかな。今は当たったかも。これ倒したやつ、よいしょ。バーストだよ。アリミット使えるじゃん、使おう。いいね。何もないとこ切ったんですけど。何もないとこ切りましたけど。あ、そうかそうか、倒したらこうやって戻れるのね。戻れるのね。噛んだ。これいいね。これは便利だ。倒しましたよ。上から仕入れたアイテムもあるよ。上から仕入れたアイテム。お手頃価格の品物から揃えて。どうも話しかけなくてコマンドを押しちゃうな。ワイね。バケネズミを倒してくれたってな。倒しました。ありがとうよ、二人さん。バケネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、うん、いいことを思いついたんだ。なになに。バケネズミどもを一掃した凄腕の何でもやお気に入りの店として宣伝する。なるほど。どう思う、いけそうだろう。いいよ、使ってよ。どうだろう、何でもや。商売は持ちつ持たれつ。俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。うお。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でもや、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。ちょっと仲良くなれたのかな。ねえ、よかった、オッケー。お、じゃあこれでバケネズミの軍団は終わったわけだ。うん、いいねいいね。なんか今また右側に新しいの出てたよね。ほうほう、
いい感じいい感じ。え、ネズミ可愛かったけど。活躍で生まれ変わったアイテムや。おお。ちょっと覗いていってみない？早速洗練してる。すごいね。向けたアイテム屋の渾身のラインが。さ、ずっと喋ってるのよね。オッケー。またティファちゃん言ってるよ。またティファちゃん。ティファちゃんの料理食べたいね、それはね。あ、その羽トカゲさっき見たやつだもん。見たやつっていうか聞いたやつだよね。あとは消えた友達。あ、チャドリーのところ行ってみる。なんか多少また見破ったよね。目的地。違うな。ここを目的地にすることはできないのか。優先クエストにするとかにすればいいのかな。すると明後日くらいには足りなくなってくる。あ、出てるのかな。この100メートルのとこ行けばいいのかな。化けネズミめっちゃ噂になってるじゃん。うんうん、なるほど。多分これでいいんだね。優先クエストこれやるとそっちに行けるのかな。やばい、迷子。合ってる道。近づいてはいるよね。危険な犬が居住区に侵入しないよう警備を強化しないと。大変だ。あれ、どこ。ここか。今月のモンスター討伐数が出たよ。はい、見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。また話してみよう。どうだろう。いつもご協力ありがとうございます。ちょっとたまった。お、クリアになってるね。よしよし、また新しいマテリアを開発できましたよ。なんだろう、見てみよう。ん、風、風邪ひいちゃうの。あ、違うよね。あ、風の魔法。え、あ、エアロって聞いたことあるわ。多分キングダムハーツにもあったかも。あ、いいじゃん、これも買ってみる。お金足りる、クラウド。大丈夫ね、1089円持ってるから。いいじゃん。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。うん、なるほどなるほど。まあこうやって戦っていれば、マテリアが増えるわけだね。このだから、ティファのバングルに、間違えた。オートケアル、これをつけたかったんだ。うん。これで仲間がピンチの時にケアルを使ってくれるらしい。ね、オッケー。え、もうこれしばらくはずっとティファは仲間なのかな。それはそれですごく嬉しいけど。オッケー。はい、というわけでですね、ちょっとそろそろいい時間なのではという時間になってたので、今日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ちょっと鼻声もだいぶ広くなってきちゃったんで、やっぱりまだなかなか元の調子にって感じではなさそうですね。今日とりあえず、コロナで寝込んで、その後久々にゲームの動画を撮ってみて、だいぶちょっとやっぱ喉と鼻がまだって感じですね。うん、かな。結構コロナ長引きそうですね。はい、まあでも心は全然元気なので、なんとかやっていきたいなと思いますので、ちょっとしばらくもしかしたら喋り方聞き取りづらいとかあるかもしれないんですけど、許しください。はい、 OK。 というわけで、いや、なんか最後の方はちょっと戦闘も慣れてきた感じがあって、見破るは結構面白いですね。うん、弱点が分かるのはいいなって感じ。はい、ティファっていう仲間も増えて、いろいろできることどん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 ね増えていって、改造とかもねできるようになってますし、すごい面白いですね。うん、ちょっとサブクエとか個人的にやっておこうかなと思いますので、まあ今みたいにまた、ちょっと時間があとちょっとみたいな時とかにね、メインの動画でもやることもあると思いますので、よかったら一緒に楽しんで見てくださると嬉しいなと思います。OK、そんな感じかな。はい、じゃあまあ次回は、お店の中に入るところからまた始めていきましょう。OK、というわけでじゃあこの辺で終わりにします。じゃあ最後にね、いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。大変励みになっております。もしよかったらぜひ今日もポチッとグッドボタン、それから動画の感想をねコメントに書いていってくださると嬉しいです。あとこれもうツイッターって言っちゃいけないのかな。なんかずっと困ってるんですけど、一応ツイッターをやっておりますので、 X をやっておりますので、お気軽にフォローしていただけると嬉しいです。ちょっとまだ戸惑うよね、本当にツイッターじゃなくなっちゃったのみたいな、戸惑ってますけど、はい。よかったらフォローしていただけると嬉しいです。そんなもんかな。はい。OK! というわけで、じゃあまた別の動画でお会いしましょう。じゃあ。
バイバーイ。